ああ、もう寝転がっちゃって。寝転がっちゃって。おあら、そんな風に寝ちゃうの。はい、皆さんこんにちは。農産サポロモリちゃんでございます。ジャイアのピーカ君でございます。今日はですね、かわいいかわいい裸デバネズミ紹介させていただきます。はい、それではかわいい進化たくさん撮りました。お楽しみに。それでは行ってみましょう。もう個人的にはですね、本当に大好きなんです。このフォルムも好きですし、顔も好きですし、動きが何よりも大好きなんです。裸デバネズミ。裸デバネズミはエチオピア付近に生息する動物で、穴を掘って生活します。それにしてもものすごい歯ですよね。横から見ても露出しています。この歯で穴を掘ってきます。どうしたの？なんか転がってる、転がってるもうかゆいのかな。かわいすぎる。おやつが人参です。盆栽が大好きです。さつまいもなどをよくあげるんですけど、今回は人参でおやつプレゼントでございますが、さあいい食べっぷり見せてくれるでしょうか。来ました、来ました、来ました、来ました。匂いを嗅いでるでしょうか。見つけた。持ってきました。持ってった持ってった。お気に入りの場所を探してるんでしょうか。すごいね。おお、食べ始めました。ふさいて食べてますけど、なんでしょう今の高速の手の動き。大人です。え、裸デバ、裸デバネズミ。かわいい。かわいいですよね。大好きなんですよ。なに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 。え、なんで歯に挟まった。違うわね。その時にあんな風に高速で手を動かすんでしょうね。もう少し観察してみましょう。いや、正面顔かわいい。チリボールとしてますね。指でキュッてされたいです、私も。人参になりたいです、指で。さあ、いつもは暗闇で過ごしてもらってるんですけれども、今回は特別に明るいところで、すいません、撮影をさせてもらってます。なかなかなので見れるチャンスはないと思います。あれ、それ違わない、それ違わない、それ人参じゃないよ、間違ってるよ。いつ前だったら人参出てこないな。あれ、ま、逆か、逆、あ、これか、これだったわ。はい、と言ってます。そう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 、それです、それです。いや、歯結構器用ね、器用。おお、出た。はい、挟まった。いや、大変だね、長いの。いや、もうこんなに愛嬌のある動物、他にはなかなかいないんじゃないでしょうか。なかなかで、いや、かわいい、パーフェクト。さあ、だいぶですね、お腹もいっぱいになってきて、のび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 し始めております。ああ、もう寝転がっちゃって、寝転がっちゃって。おあら、あら、そんな風に寝ちゃうの。いや、かわいい。 いきなり転がって、そうやって寝床の感触をこう確かめて、寝床を確定していくんだね、きっと。え、ちょっと動かないけど大丈夫ですよね。してるか、あ、動いた。これ、だーれだ。正解は裸デバネズミ。あー、かわいい。唯一無二の存在じゃないでしょうか。もはや歯ぎしりしてる、裸デバネズミ。初めて会った時から私はちょっと心を射抜かれています。はい、じゃあどうもありがとうね、おやすみ。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。すごかったね。ね、
なんであんなに裸でデバなんだろうね。ね。はい、ということで皆様のコメントお待ちしております。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもぜひ待ってます。はい、それではまたお会いします。ピーターくん夏楽しみだね。また氷食べる。はい、それでは皆様またお会いします。またね。